はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は最新ユニット幻のガードジェクトについて引くべきかどうか見ていきたいと思います。やっぱりこの2つのはしっくり来ないよね。幻のガード意味わかんないもんね。普通にアーロンと同じ伝説のガードで良かったとめちゃくちゃ思う。まあそんなことは置いといて、ジェクトの性能を見ていきたいと思います。まずこの子は、まあ必須ではない、いたら便利かなぐらいかなと思いました。まあまずね、アーロンの強み見ていきましょう。もう怖いのが唯一無二のスパトラですよ。これね、今まで FFB になかった特定の LB の威力加算1万5ターン防御依存。まあこれね、必要になってくる場面がありそうでちょっと怖いの。ソウルオブタイバスみたいなね。で、これが有効なキャラクターで言うと、まあ今んとこクロコダインと自分くらいかなと思いました。で、その他パッシブが優秀すぎるんだよ、この子。で、ちゃっかりね、仏棒と仏光が入ってるのがいいところで、さっき言ったソウルオブタイバスの対象になるんだよね。そこがめちゃくちゃいいの。だから、スパトラで一番スーパー LB の威力が上がって4万5000。さらにプラス3000で4万8000まで火力が上がるんだよね。それめちゃくちゃいいなと思いました。で、あとそのパッシブってところなんだけど、まずね、戦友との絆で、すでにチェインの上限アップ 100% が、まあ、いつも通りついていますと。で、LB150。で、さらに片手持ちディフェンダーってところにチェインの上限アップ 100% がついてます。なので、不滅いらず、これは素晴らしい。で、さらにステータス倍率が 300% 防御、HP ともにありますと。で、ブグパッシブの防御が300、自身のトラストアビリティ発動させることによって、固定値500の LB100、オールキラーに、防御のパッシブが 100% つくので、防御のブグパッシブに関しては、トラアビ発動させれば簡単にカンストできるんだよね。で、LB に関しても、150% があるのと、プラストラアビの 100% なので250。HP に関してはすでにカンスト状態にあると、マジでステータスパッシブ系がめちゃくちゃ優秀なんだよね。で、ジェクト自体の、まあ、武器に関しては、端線というかあれか、非火線のスパトラが相性いいんじゃないかなと思いました。LB50% 持ってるし、両手の防御のね、剣になってるから結構相性はいいんじゃないかなと思いました。でも、キラーに関しては、トラマスの 100% 以外で言うと、2突しないとオールキラー回がつかないから、ここがちょっと難点だね。パッシブでこれ以外にキラーを持たないってところが、まあ、ちょっと残念だったかなと思います。ここ以外がなかったらね、素晴らしかったんだけど、だからジェクトに関しては、必須ではないのかなと思いました。イメージで言うと、クロコダインの水属性バージョンといった形かなと思います。まあでも、いたら便利かなっていうぐらい。だから別に、まあ僕はね、かなりティーダで無理をしちゃったので、まあ息子さんに絞り取られた分、ちょっとね、お父さんに関しては、するしかないかなといったところになってます。まあ皆さんはね、ジェクトどう見ましたでしょうか？私だったら、僕だったらっていうね、ジェクトについていろいろありましたら、教えていただければなと思います。たくさんコメントしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではまたねー。